はい、ヒルビル法則、今日のアウトプット。いつも通りマコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。今日はね、インシュリンと GH の最終日になります。そんなわけで今日もがっつりお勉強していきましょう。いつもがっつりっていうよりもさらって感じだけどね。 このポッドキャストは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを勝手に目指してる、まあ、こねえこと小川誠が、今まで普段勉強してるテキストをもとに皆さんにその内容をシェアするということを目的にしているポッドキャストです。で、まあ、公認インストラクターって何するの、何ができるの、どういうことっていうふうに、まあ、聞かれることも、まあ、たまにあるんですが、実はあまりよく分かってません。私もここに書いてある程度のことしか知らないのですが、まあ、実際ね、インストラクターになるのにどれくらいお金がかかるとか、どういう試験があるかっていうのも実は全然知らないんです。はい。でも、なんか憧れもあるんですね。せっかくダイエットする以上、しっかり勉強して知識を持って、確実なダイエットをしたいと思うし、また同じようにね、ダイエットとか、まあ、ね、私みたいな食生活の乱れとかに非常に困ってる方っていっぱいいると思うんですよ。そういう方の助けになるようなお仕事ができるのなら、まあ、資格は持っててもいいんじゃないかなと思って目指してます。はい。でですね、このポッドキャスト、わざわざこう言って皆さんにお知らせしてるのは何かというと、アウトプットを重要視してます。はい。というのは、普段ね、勉強してることをしっかり口で伝えることができてこそ、学びがあったと思ってるんです。はい。まあ、ですので、今まで勉強してきたことをしっかり皆さんにお伝えできるということに重要視するために、アウトプットという形をとっています。そんなわけで、今週の問題とか、今日の問題はこちらです。今日の問題は、ある日のお弁当は？ ある日のお弁当は、ご飯、野菜の煮物、厚揚げ、焼き魚、太りにくい食べ方は、ご飯を一番最初に食べる、丸かバツか。イエスかノーかですね。これ、ご飯っていうふうに書いたつもりが、5が、後ろの方に行っちゃってるんですね。 まあ、そういうこともあります。はい。まあ、どうでしょうかね。まあ、ご飯を最後に食べるっていうのはよく聞きますよね。はい。実際どういうことかというのを確認していきましょう。今日のテーマはこちら。今日のテーマは、インスリンを過剰に出させない。出さない食べ方のルール。出させないの方が良かったかもしれないな。そう。まあ、血糖値が上がる仕組みとか、インスリンが何をするかについては、前回、前々回の中でお話ししてきました。今日は、インスリンをドバドバドバッと出させないために、どうやったら、コントロールできるのかということを勉強していきます。まずは、血糖値が上がりやすい傾向の食品についてお話していきましょうかね。ですね、血糖値が上がりやすい傾向の食品というものがあります。まあ、どういうものかというと、糖質の比率が高い食品です。はい。代表的なのは主食ですね。やっぱりパン、ご飯、麺類は、やっぱりね、糖質というか、炭水化物ですよね。まあ、糖質がいっぱい入ってる分、やっぱり血糖値が上がりやすいんです。そして、もう、いかにも糖という感じの、まあ、お菓子類、ジュース類も、やっぱり血糖値が上がりやすい食べ物ですね。はい。まあ、でもね、血糖値の上昇を工夫したりで遅くすることができるんです。それがどういうことかということを見ていきます。血糖値が上昇することをね、一工夫で遅くさせることができるんですが、それは何かというと、繊維質とかね、タンパク質などの食品と一緒に食べることなんです。はい。まあ、そうすることで、消化管壁から血糖分のね、吸収速度が遅くなるんですよね。つまり、まあ、血糖値が上がりにくいということです。で、さらにね、一緒に食べるだけでも十分効果があるんですけども、炭水化物とかね、繊維質と一緒に食べるだけでも十分効果があるんですが、さらにもう一工夫すると、さらに遅くなるんです。それがどういうことかというと、こちら。まあ、一般的に結構言われますけどね、食べる順番を気をつけるってことです。はい。繊維質、脂質、タンパク質、そして糖質っていう順番で食べると、よりね、血糖値が上がりづらいということが分かっております。
で、まあね、大事なのは、要するに糖質以外を、先に食べるってことです。だから、まあ、いいも悪いも、食後にね、デザートは、そんなに、心配することもないんじゃないかなって、私は思ってます。まあ、なので、私もね、週何回か、全部ご飯食べた後に、最後にちょっと甘いお菓子を食べたりします。で、まあ、そこまで来て、太らないための食事のルールをまとめてみました。つまり、こういうことです。太らないための食事のルール。つまりですね、食材や食品の GI 値を考慮しながらね、まあ、血糖値が上がりづらい食品を選びながら、低血糖じゃなくて低 GI 値の食品を選びながら、糖質をたくさん含むものを後に食べるっていうことが、まあ、太らないためのね、食事のルールなんだと位置づけました。まあ、そんなわけで今日の問題を振り返ってみると、ある日のお弁当はご飯、野菜の煮物、厚揚げ、焼き魚。太りにくい食べ方はご飯を一番最後に食べる、イエスかノーか。これはまあ糖質のね、王様みたいなもんですからね、ご飯。まあご飯がね、悪いわけじゃないんですけども、まあ、糖質を抑えて太りづらい食べ方をするということであれば、やっぱりご飯は最後に食べた方がいいです。まあ、でもね、ご飯とおかずを一緒に食べるからご飯はもうより美味しくなるんだよね。まあ、分かってる。私もご飯といろんなもん一緒に食べる。糖質はね、単品だけで食べるんではなくて、他のね、タンパク質や、脂質、タンパク質、繊維質と一緒に食べることで、太りづらい体に、とか太りづらい食べ方になりますので、まあ、ご飯だけをバクバク食べて、その後おかずを食べるっていうよりは、おかずと一緒にご飯を食べる、もしくはおかずを食べてからご飯を食べるっていう方が、より太りづらい食べ方ということになります。まあ、そんなわけで、このレッスン7のね、ものは、今日はここで、インスリンと GI 値だったかな は、ここで終わりになります。明日からこちら。ついに2級最後の章になります。運動とダイエットの方法論。なんか方法論って言われるとね、なんか堅苦しい感じですが、まあ、要するに、効果的なダイ、あのダイエットのために効果的な運動をするにはどうしたらいいかということをお話ししていきます。そんだけ、その運動とダイエットの方法論。第1回目の問題はこちら。心拍数が多いスポーツほどダイエットに向いている、イエスかノーか。まあ、心拍数って言われて、まあ、何のことだかよくわかんない人もいると思うんですが、まあ、運動すると、ゼーゼーハーハーって一生懸命心臓が動いて、体中に血液とか酸素を、一生懸命送ろうとしてる、あれですね。まあ、心拍数。ドックン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 ってやつ。まあ、あれが、高ければ高いほど高いスポーツほどダイエットに向いてる、イエスかノーか。まあ、どうでしょうかね。ダイエットに向いてるって言われたら、どうかな。まあ、そんなわけで、明日からいよいよ運動とダイエットの方法の最終章に入ってきます。そんなわけで、このね、ポッドキャストは、皆さんがね、地道に、少しずつ、聞いてくれて、地道にちょっとずつ広がっているっていうのを実感します。そんなわけでね、明日も、明後日も、その次も、この第100回が終わるまでは必ず毎日発信し続けますので、皆さん、また明日、お聞きください。このポッドキャットは12時に毎日配信しています。わこねでした。また明日。バイバイ。